ロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥、30、大橋が5月6日に東京ドームで元2階級制覇王者で WBC 同級1位の悪道、ルイス・ネリ、29、メキシコと防衛戦を行うことが6日、都内のホテルで両選手が出席して発表された。ネリは元 WBC 世界バンタム級王者、山中伸介氏との2度にわたる世界戦でドーピング疑惑。 体重超過の失態を犯していたが、会見の冒頭で謝罪。会場にいた山中氏にも直接謝罪するなど歴史的な和解をしたため井上は、過去の因縁は持ち込まないと語ったが、あの山中との試合はイージーだったと問題発言を繰り返すなど本当に優等生に改心したかに疑念は残った。ボングが鳴るまで何が起きるかわからない超ビッグファイトだ。 なお試合の模様は Amazon プライムビデオにて独占ライブ配信される。山中信介氏とネリが6年越しの歴史的和解。ネリが謝罪したものの問題発言を残す写真山口博明。会見は悪道の異例の謝罪から始まった。ヘビ級の三団体統一王者だったマイク・タイソン、米国が、副兵のジェームス、バスター、ダグラス、米国、 を負けした世紀の番狂わせ以来34年ぶりとなる東京ドームでのボクシング興行。記念すべき記者会見の冒頭で、緊急来日したネリは、再び日本の地を踏むことができて嬉しく思う。申し訳なかったと、まずは謝りたい。コミッション、JBC、ボクサー、定見プロモーション、すべての方々に謝罪を申し上げます。と謝罪と反省を口にした。 黒のジャケットを着たネリは神妙な顔つきだった。今は集中してきちんと練習をしている。2度、裏切ってしまったが、節制してきちんと調整をしている。グレートな試合をしたい。ネリは2017年8月に当時の WBC 世界バンタム級王者の山中氏、帝健に挑戦し、4回 TKO 勝利でベルトを奪ったが、ドーピング疑惑が浮上した。 WBC の指令で両者は2018年3月に再選。今度は2.25キロもの体重超過の失態を犯し、最軽量でも1.3キロオーバーで軽量をパスできずに失格、王座剥奪となった。当日の体重に制限を設けることで、ネリエの大ブーイングが吹き荒れる両国国技館で世界戦は実施されたが、山中が2回 TKO 負けを喫した。 JBC は事態を重く見て、メリに無期限の活動停止処分を下した。今回、メリサイドは、井上への挑戦を実現するために JBC に謝罪並びにライセンス申請資格の回復を求める文書を提出。JBC は倫理委員会にかけた上で2月26日に処分の解除を決定した。ファンは憎っくき、メリ退治に乗り出す井上への思い入れが大きい。 それでも井上は、好心郷を明かす。ネリと山中の、第二戦は、あの海上、両国、で観戦している。経過は分かっているが、今回の戦いは、自分対ネリ。先ほどネリが挨拶で言っていた。反省もしているということもあるので、過去の因縁は持ち込まないように戦いたい。正式発表前には、向こうの陣営、本人が日本での過去のことを発言したり。 持ち込んでくるんであれば山中さんを応援していたファンの方の気持ちを持って挑みたい。向こうの出方次第とも語っていたが会見で見せた優等生の姿を評価したのだ。隣でその井の上の考えを聞いたネリは直哉選手のコメントは良かった。私は集中して試合をやりたい。日本の皆さんが何を考えているかをあまり考えずに集中したいとコメントした。 ネリは山中氏との歴史的和解も果たした。記者会見が終了すると、報道席に座っていた山中氏が壇上に残っていたネリに歩み寄った。するとネリは、申し訳ない、私の間違いで山中選手のキャリアを終わらせたことを、ごめんなさい、と謝りたい、と謝罪。山中氏は、笑顔で握手を求めて、今は体重超過したあなたより、私の方が体重が重い。 とと冗談を返すとようやく表情が緩んだ会見でネリのプロモーターであるショーン・ギボンズが現在の体重がスーパーバンタム級のリミットの55.34キロに残り5キロを切った134ポンドキロであることを明かしていたため山中氏が今の体重は60キロなんですかと聞くと60キロちょうどという節制したんですねと山中氏が問うと すすごいい神経を使っています2ヶ月前で体重管理に入っていますと説明した。いい試合を頼みますよ、東京ドームを楽しみにしています。山中氏がそう語りかけて握手すると2人は大量のカメラのフラッシュを浴びた。だが、本当にネリは優等生になり改心したのだろう。